糸城騒動は、江戸時代中期の法暦年間に、身の具上藩が管轄していた、越前国王の軍糸城村で発生した、大規模な騒動であり、騒動の中、糸城の、約3分の2にあたる504名が追放され70名、以上が合死した。別名、糸城社人騒動。同時期に、具城藩では、具城一揆が発生している。これらの騒動が重なった結果、 幕府表情書が、愚上一揆と糸白騒動の裁判を行うこととなり、愚上藩主、金森来二式は改役となり、騒動に関与した愚上藩役人らにも、死罪を含む、厳しい判決が言い渡された。白山中井神社の鳥糸白騒動は、法暦2年、浄土新州、高山寺市連寺付の道場であった、糸白村の糸くじが、 テラシレンジの掛け所として、自覚を持つようにする動きを起こしたことが、きっかけとして始まった。法暦2年、東本願寺は、伊徳寺を掛け所に指定したが、白山中井神社の神主を務めていた伊藤城武前は、異議を唱えた。伊藤城武前は上落してまず、吉田家に願書を提出し、伊徳寺の流星は、神珠の衰退をもたらすため、吉田家から、 東本願寺に抗議する、よう依頼するとともに、愚城藩の寺社奉行への働きかけも願った。また武前は、東本願寺にも直接、伊藤寺の掛所昇格は、白山中井神社の藩主として反対すると抗議を行った。結局、吉田家は、武前の抗議を受け、東本願寺への抗議を行うとともに、愚城藩寺社奉行への書状を発行した。 糸城武前は、糸くじの掛所書昇格問題を利用して、糸城の支配権を掌握しようと目論み、京都からの帰りに、愚上藩の寺社奉行らを訪ね、賄賂を送った。武前の意を受けた愚上藩寺社奉行の手代外と城に、派遣され、糸城の中井神社社人は、吉田家の支配を承認することと、そして官主の糸城武前の下辞に従うべきとの指示を、行った。 しかし、社人らは、愚上判事者奉行の指示に従おうとしなかった。そこで、愚上判事者奉行は、伊藤城の有力社人を、愚上八万に呼び寄せ、先日の指示は、京都吉岳からの指示であるのに、それを受け入れないのは不届きであると改めて受け入れを、強要したが、やはり、伊藤城の有力社人は受け入れをあくまで拒んだ。年、伊は再び上落し、 吉田家を訪ねた。吉田家は、武前の願いを受け入れ、伊藤城の社人たちは、吉田家の指示に従い信事を行い、勘主である伊藤城武前に従うべきであることと、従わない場合は神職を解くという内容の下事情を交付した。伊藤城に戻った武前は社人を集め、吉田家から伊藤城支配を認められた自らに、従うように強要し、その後、 具上藩の役人が藩医部前派の有力社人を追放処分に処した。糸藤城の社人らはまず、具上藩自社奉行に、糸藤城部前の不法を訴えるが、賄賂によって、武前に取り込まれていた具上藩自社奉行は、全く訴えを取り上げようとはしなかった。法暦4年8月には、自社奉行の本田忠中に訴状を提出したが、具上藩主の金森家と近い関係にあった。 本田忠中は、訴状を提出した人物を、グジ犯に引き渡した。訴訟者を引き渡されたグジ犯は吟味することもなく、宿屋預け、そして入浪扱いを行った。結局法歴5年11月には訴訟者らは、追放処分となった。続いて、糸白部前に従わない社人80名余りを、追放した。そしてグジ犯の自社部業は、 追放者人の家族を集め、吉田家支配を認め糸城武前の指示に従うよう、改めて強要するも、あくまで家族らは従おうとしないため、糸城全世帯の約3分の2、500名余りを糸城から追放処分とした。現当期に500名以上の人々が糸城を追放され、さらに騒動が解決を見るまで3年間を要したため、 体の弱い高齢者や子供を中心として死者が相次ぎ、最終的に70名以上の人々が亡くなった。糸城武前や、その一派は、追放処分とした人々の資産を売却して私物化し、新地であった糸城に新たに3分の1の税を取り立てるなど、糸城は、部前の独裁状態となった。半武前派は、法暦6年8月、老中。 松平竹本に直訴する。直訴は受理されたものの自社に関する事項であるため、自社奉行の本田ただ中に扱いが委ねられてしまい、事態は思うように進展しなかった。法暦7年11月には改めて自社奉行への直訴が行われたが、やはり事態の進展は見られなかった。結局、 法歴8年6月から7月にかけて、目安箱に3回箱訴えを繰り返し、最終的に同時期に箱訴えが行われた愚上一揆とともに、表情書による審議がなされることになった。法歴8年12月に言い渡された、表情書の判決で、愚上一揆と糸白騒動の責任を問われた、愚上藩主の金森来二式は改液となり、 郡上藩の自社奉行と自社奉行手代、そして糸城武前は、資材が言い渡された。信伏が竹から望む大日が竹と、豪雪地帯の糸城地区糸城内を白山登山道通り、古来から修験道として利用されていた。糸城付近の空中写真画像中央の人家が、点在する地区が糸城。周囲を山々に囲まれ、画像中央。 北から南へ流れる糸城川の左岸、貸し壇球場に、糸城地区が形成された様子がわかる。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成地全国王の郡糸城は、白山南麓の標高700メートルを超える、く流川上流部の糸城川流域に広がり、城在所、中在所、火在所、西在所、 おたり堂、三面の六在所に分けられていた。上在所の北端には、慶光天皇の時代に創建されたと伝えられる、白山中井神社があり、養老年間に、白山を開いた大長が社殿を修復し、社域を拡張したとも伝えられている。平安時代から鎌倉時代にかけ、白山信仰の流星に伴い、美濃川からの白山登山ルート上に位置する。 白山中井神社は、潮流寺と共に発展を見せていた。そして、糸城は、白山中井神社の車両のような形となり、住民はすべて神社に属し社人と呼ばれていた。社人は、大人とも呼ばれた12名の頭社人、平社人、末社人の3階級に分けられ、頭社人が、神社や糸城の重要事項を合議で決定する、体制が形作られていった。 カシラ社人は基本的に世襲制であったが、筆頭のカ主のみは一年交代制であったと伝えられている。しかし15世紀初頭には、白山中井神社は衰退し、12名で構成されていたカシラ社人は3名にまで減少してしまった。そこで、象徴元年、愚上郡城川村にある星の宮のカ主の子である小川井を城に迎えて、 官主として、囲碁寺河合の子孫が官主を世襲するようになったと伝えられている。16世紀に入り、糸とは、朝倉氏の支配下に入った。天文年間、朝倉氏は、糸との官主を一名に固定するよう指示を出したとされ、これによって、官主の世襲化が固まったと考えられている。朝倉氏の滅亡後、糸とは、 金森長近下や庭長秀らの支配を経て、慶長5年の関ヶ原の戦い以後は、北野昌藩領、そして、上京3年からは、天領となり、勝山神社の大官支配となった。上京4年には伊藤城は、白山中井神社の車両として、田畑の年貢は免除とし、住民は、社人身分として、名字立脇が許されるという特権が認められた。 元六五年、糸城は天領から愚城藩の支配とされたが、白山中井神社の車両としての年貢の免除、社人として、苗字立て脇の特権は引き続き認められた。つまり、糸城の住民は、白山中井神社に対して年貢的な効能を行っていたが、愚城藩に対して年貢や会帰は全く負担せず、愚城藩も糸城の住民たちには、 行政面での支配を行使していたのみであった。糸城は12名の頭社人の合議を中心とする村運営が行われてきたが、中でも官主は白山中井神社神職の筆頭であり、また村役人に相当する役割も担い糸城の頂点に位置していた。頭社人は世襲制であったが、官主はかつて頭社人の中から一年輪番で勤める形をとっていた。 15世紀には、官主の家計の固定化が始まり、16世紀の浅倉氏の介入によって世襲化が固まったようであるが、官主の地位はあくまで12名の頭社人の筆頭であり、糸城での権威や権力を完全に掌握しているわけではなかった。事実、16世紀末に、菅主、糸城彦右衛門が亡くなった後、孫に菅主職を継がせようと考え、 北の商藩からも安ど状が出されたのにもかかわらず、糸城側がそれを受けずに、糸城五郎衛門が、官主となった。また糸城騒動の当事者である糸城武前の父、糸城山とについても、白山中井神社の造営修復用材を切る、造営山を密かに伐採して売り払うという問題を起こした際、官主の座からの追放について論議された。 もっとも糸城山とは問題を起こした後も愚上藩の要望もあって、官主を継続しており、朝倉市、愚上藩とも領主として、糸城が世襲官主による支配を受ける形が望ましいと、みなしていたと考えられ、白山中井神社の造営山を勝手に伐採した、県が、問題になったことは、世襲化した官主が糸城における絶対的な権威や、 権力の掌握を目指す動きが見られたことを示唆する。一方、勘主以外の頭社人や他の社人らの多くは、これまで通りの12名の頭社人の合議を中心と、する村運営の継続と、絶対的な権威権力を握る勘主ではなく、頭社人の筆頭という、これまでの形の継続を望んでいた。糸代での騒動が激化する中で争点となったのが、 か主である糸と武善が、世襲官主であるか否かという点と、糸とは、吉田家の支配であったのか、それとも、白川家の支配であったのかという点であった。騒動の長本人である糸と武善は、世襲官主であることを主張するとともに、ことあるごとに、吉田家の権威を利用して、己の主張を貫こうと試みたが、半武善派は、 官主はあくまで合議の上で決められるものであり、世襲制ではないと主張し、また伊藤城は、吉田家ではなく、白川家の支配にあると主張した。法歴8年12月に言い渡された、表情書の判決では、この2点に関しては、伊藤城部前の主張が認められ、伊藤城部前は、世襲官主の地位にあり、伊藤城は、吉田家支配にあると裁定された。 しかし、吉田家支配であったか白川屋支配であったかについては、伊藤白騒動での半部前派の主張が、吉田家の権威を傘に切る伊藤白部前に対抗する、方便ばかりであったとは考えにくく、また古文書を分析した結果からも、伊藤白部前を出した官主家が騒動以前から、吉田家の門人となっていたと考えられるものの、社人の中には、 白河家の門人となっていた例も確認でき、糸城騒動以前は、吉田家の門人も、白河家の門人もいたものと見られている。官報2年7月、平泉寺は、加賀のお像村、美濃の長田家寺、糸城に対して、幕府の自社奉行に訴訟を起こした。訴訟の内容は、江戸時代になって、白山別当官主の地位を与えられ、 白山信仰の中心的な役割を果たすようになった平泉寺が他の白山への玄関口に当たる加賀のお像村や美濃の糸城などの白山信仰に関する宗教活動を抑えることを目的としたものであった糸城では神主である糸城山和が病気であったため名大としてこの糸城武善が中心となり平泉寺の訴状に対する返答書を提出した 官報3年2月から自社奉行の大岡忠介による吟味が開始され、伊藤白武前は裁判に出席するため江戸へ向かった。官報3年6月25日には判決が下され、平泉寺の主張がほぼ全面的に認められ、白山と白山信仰は平泉寺の支配を受けることとされた。また平泉寺は寛永寺の末寺とされ、 平泉寺の白山支配の上に、関永寺による統制が加えられることとなり、幕府による白山信仰の統制が固まった。この平泉寺による訴訟の結果、伊藤城は敗北した。裁判に参加した伊藤城部前は、勝利を収めた平泉寺のバックには、関永寺の権威があったと判断し、権威や権力の力を借りることの重要性を認識したとの指摘がある。 糸城は白山中井神社の車両であり、住民も神社の社人であったが、そのような糸城にも浄土新宗の勢力が伸びつつあった。糸城には鉱山の寺市連寺付きの道場である糸くじが建てられ、寺市連寺から御坊が派遣されるようになった。六代目御坊の越春は長年糸城に派遣される中で、 信者も増えてきたため、伊徳寺を、テラシレン寺の掛け所として、自覚を得て、自ら住職となって、伊徳寺に永住することを願うようになった。エシュンはまず浄土新宗門徒に声をかけ、伊藤城、そして、近隣の集落を歩き回って、寄付を募り、法暦2年には十数年の年月をかけて、伊徳寺の本堂を建立した。本堂を完成させたエシュンは続いて、 京都の東本願寺に、糸城は白山中井神社の車両であり住民は同神社の社人であるので、今後も浄土新州が栄え続ける保証はないので、糸くじを寺レ連寺の掛け所に指定して浄土新州交流の拠点としたいとの願書を提出した。本願寺は江春に対して糸城の住民たちの了解を取ったのかについて確認したところ、実際には、 了解を取っていないのにもかかわらず、勘主、愚城郡役所の了解を得ているとの偽りの報告をした。法暦2年10月18日、東本願寺は、伊藤くじを掛け所に指定した。鉱山の寺志連寺は、掛け所指定の確認のため、伊藤城に思想を派遣し、住民たちから承諾の受書納印を行った。その最恵春は、今回、文首の意思によって、伊くじが、 かけ書に指定されたので、ありがたくお受けするようにとの嘘をつき、伊藤白住民を説得して、受け書への夏印を進めた。エシュ春が進めた、十書夏印を、官主を務めていた伊藤白武前は拒否した。かつて、武善の父である山和は、伊く寺の寺地寄付に関しての受書に夏印しており、また、武善自身も、原文年間に行われた。 伊徳寺再建の際に用いられた用材の多くを寄付しており、菅主と浄土真宗との関係はこれまで特に敵対的であったわけではなかった。伊藤志郎部前は法暦3年2月上落し、まず吉田家を訪ね願書を提出した。願書の内容はまず伊藤事の掛け書指定は、菅主たる自らは全く預かり知らぬ件であり、 このような伊徳寺の勢力新長は、真珠の衰退と神社の後輩を招くので、吉田家から本願寺に掛け合うとともに、愚上藩の寺社奉行に、この一件を吟味するよう指示してもらいたいという、内容であった。続いて武前は、東本願寺を訪ね、伊徳寺の掛所指定は菅主である自分の預かり知らぬ、間に行われたもので、違法であると抗議した。 武前の願書を受けた吉田家も東本願寺に抗議を行った。その結果、東本願寺はュ春を呼び出し尋問を行ったところ、伊徳寺の竹書申請において虚偽の申請を行った事実が明らかになり、法歴3年12月12日、ュ春は鉱山に実況とする、胸の処分が下った。なお、東本願寺によるュ春の尋問時に、ュ春に同行した。 植村二郎兵衛は、伊藤白部前が、東本願寺に対して行った、抗議内容には事実と異なる点があるとし、武前を非難した。このことは後に、騒動のきっかけの一つとなった。伊藤白部前は、吉田家から、東本願寺への抗議を行わせることに成功すると、共に、愚上藩の寺社奉行宛の芸事上と同様の書状を、出させることに成功した。 武前は、京都からの帰りに、愚城八万に立ち寄り、まず、愚城藩の自社奉行である、ネオ神在門に面会して、吉田家からの書状を手渡した。この際、伊藤白武前は、ネオ神在門に賄賂を渡した。また、後年、幕府の表情書で行われた糸藤騒動についての、裁判の判決書から、伊藤白武前の賄賂工作は、愚城藩自社奉行にとどまらず、 具城藩の大目付である津田平馬、過老職の渡辺劇、開花は神兵衛にまで及んだことが明らかになっている。伊藤城武前は、法歴3年3月上旬、伊藤城に戻ってきた。その直後、具城藩寺社奉行の王神左衛門は、手代の片重藩助を伊藤城に派遣した。片重藩助は、伊藤城武前の邸宅に、白山中井神社の社人を集め、 社人たちは、吉田家の支配と伊藤武部前の指示に従っていくべきで、あることを申し渡し、その旨を記した書状に承諾印を押すように指示した。しかし社人たちは、これまで伊藤は、愚上判事社奉行の指示にきちんと従ってきたのに、今後は、伊藤武部前の指示に従えというのは、筋が通らないとして、書状に印を押した社人は一人もいなかった。 一服した、ネオ人材門は、糸城六花村の有力社人を、愚城八万に呼び寄せた。そして先に、片重半助が示した書状は、吉田家の命によるもので、日本全国の神社は、吉田家の支配に服するべきものであるのにもかかわらず、その吉田家の命に逆らうとは不届きであるとし、改めて承人の印を押すように命じた。しかし、糸代の有力社人らは、 糸城の白山中井神社の社人はかねてから、白川神儀博に門弟として従っているのであって、今更、吉田家の支配を受けるべきと言われても承服できかねると、主張し、改めて文書なついんを拒絶した。そこで、愚上判事社奉行のネオは社人らに、宿預けを言い渡し、拘束した。糸城社人の頑強な抵抗が続き、有力社人らは、 愚帖八万に拘束され続けた。そのような中で、愚帖八万の浄土新州人員である安陽寺の住職、達良が、糸白社人側と愚帖藩寺社奉行側との仲裁に入り、法歴3年5月初旬、所上夏院の件はひとまず棚上げとすることとして、50日、あまり拘束されてきた社人らはようやく解放され、糸白に戻ることができた。 伊藤城武前は法暦4年1月、3名の部下を引き連れ西条京し、吉田家を訪れた。吉田家で武前は、東本願寺での江春の尋問時に、武前を避難した、上村次郎兵を、伊藤城から追放処分にするよう要請したが、吉田家から、浸透家は追放などということはすべきではないと、たしなめられた。しかし武前はこれで諦めることなく、要請を繰り返し、 法暦4年2月、吉田家から正式な下事状を交付させることに成功した。吉田家から伊藤城部前に対して下された下事状には、伊藤城における神技道を守るため、もし、吉田家の意向に逆らうものがあれば、寝職を免ずるべきである。諸事官主の指図を受けるように、との内容が記されていた。この下事状の中でまず、吉田家は、 伊藤白の社人支配の意向を明白に示した点が注目されるが、伊藤白部前が、吉田家の権威を背景に、伊藤白の支配を推し進める根拠となり、中でも最も問題となったのが、吉田家の意向に逆らうものがあれば、侵食を免ずるべきの部分を、伊藤白部前は、吉田家の意向に逆らうものがあれば、追放すべきと、自らにとって都合が良い拡大解釈を行い、 実際、武前に反対する人々を、次から次へと、吉田家の命により、伊都城から追放していき、最終的には、大騒動へと発展することになった。かねてから隠居していた伊都城武前の父、山とは、法歴4年うる2月8日に死去した。在京していた武善は急遽帰京することとしたが、 法歴四年うる二月十五日、糸白武前は友回り二十四の二十五名を、従えて、槍やハサミ箱を持たせ、白馬に、銀の蔵を乗せ、自らは籠に乗り、さらに、下に下にと掛け声をかけるなど、あたかも大名行列を思わせる、父の死直後の人とも思えぬ、華やかな行列を仕立て、糸白入りをしたと伝えられている。またこの派手な帰境時に、糸白武前は、 自らのバックに、さらなる権威があることを誇示したという。武善はかねてから五石家の宮城家に献金し、宮城家出入りを、願い出ていたが、法歴4年の上京時に正式に宮城家出入りを、認められ、白山中井神社に、九条家の紋章入りの長鎮二丁を配慮した。吉田家と愚城藩に加えて宮城家の権威を利用し、伊藤白武善は強権を持って、 伊藤城を支配に乗り出すことになる。伊藤城武前は、自らの父の葬儀も済ませぬうちに、伊藤城の社人たちを集め、吉田家からの指示として、白山中井神社の社人は、吉田家の支配を受け、所持は、伊藤城武前に従う、胸の所上に納印するように言い渡し、もし従えない場合は新職を取り上げ、神田の百姓とするとした。また植村次郎兵衛に対して、 外出を禁ずる、禁足令を出した上で、武前は法暦4年3月4日に、愚上八万に向かい、法暦4年3月8日、糸城に戻ってきた。武前に続いて法暦4年3月11日、愚上半寺社奉行の手代、片重半助が2名の足軽を引き連れて、糸城に現れ、先に、武前が、禁足令を出していた、上村次郎兵を、 取り調べ自体全く行うことなく、吉田家の命により、追放決書とすると、言い渡し、飛騨国境まで連行して追放した。これはかつて、上村次郎兵衛が、伊藤白部前が、東本願寺に対して行った、抗議内容には事実と異なる点があるとして、武前を非難したことに関する報復とともに、伊藤白の支配をもくろむ武前にとって、社人の中でも、 長老閣であった、上村次郎兵衛が煙たい存在であったことと、吉田家と伊藤城武前の支配を受け入れようとしない、社人たちへの見せしめの意図があったと考えられる。また伊藤城武前は、父である伊藤城山都が伐採したことで問題となった、白山中井神社の造営林を伐採し、養材を売却していた。もともと造営林は、白山中井神社の造営。 修復用の材木を伐採する林であり、使用での伐採は禁じられていた。そのため造営林伐採を咎められた大和は、官主交代の話が取り沙汰されることになった。しかし武前は人を雇って堂々と造営林を伐採するとともに、他人の持山にまで伐採を強行するに至った。糸城の社人らは、この武前の行動を、愚状藩自社奉行に訴え、 官主の交代を要求したが、武行のネオ人左門は、証拠のない訴えを取り上げるわけにいかぬとし、社人らの訴えを全く取り上げようとしないどころか、逆に、糸白武前を中傷したとして、社人らを叱責した。上村次郎兵追放と造営林伐採問題について、全く吟味しようともしないことから、武前と愚情犯が結託していることに気づいた。 半部前派の社人らは、吉田家の権威を背景に、伊藤白支配を強権的に推し進める伊藤白部前の行動を抑えるためには、幕府に直接訴えるしかないと判断した。法歴4年8月27日、伊藤白では官主に次ぐ新職である上頭職の杉本左近、社人総代の上村十郎兵、桜井吉兵の3名は、江戸で、 幕府寺社奉行の本田忠中に訴状を提出した。訴状の内容は、まず、白山中井神社の造営林の伐採問題と、上村次郎兵衛の追放問題を取り上げ、勘主の伊藤城武前は、突然吉田家の門弟を名乗り、吉田家の権威を傘に来て、伊藤城を自らの思い通りにしようとしていると、武前の無法ぶりについて指談し、さらに、 糸代の官主職は世襲ではなく、神職の中から選ばれて任命されるものであることを指摘したものであった。杉本左近らが幕府寺社奉行に提出した訴状は一応受理された。しかし、愚上藩主、金森来二式の実定である本田兵庫頭の養父は、幕府寺社奉行の本田忠中で、金森家と本田家とは遠赤でありお互い親しい関係にあった。 糸城の社人らから訴状が提出された話は、早速本田家から金森家へと伝わり、両家間の話し合いによって訴状は金森家に渡され、吟味自体も金森屋側が行うこととなった。訴状を提出した杉本左近らはこれまで、愚上藩が訴えを全く聞き届けてもらえなかった、経緯を説明し、金森家ではなく自社奉行の吟味を受けたいと主張したが、 聞き届けられなかった。江戸の金森家に出頭した、杉本左近ら三名を尋問したのは、金森家家老の伊藤八一であった。伊藤は、片通りの取り調べを行った後、銀味を改めて、愚上八万で受けるようになだめすかし、足軽二名の護衛をつけて、杉本らを、愚上八万へ送り返した。しかし、法歴四年九月二十七日、愚痴八万に到着した。 杉本ら三名は、幕府の自社奉行に餌草を行ったのは不届きとして、吟味が行われることなく手錠をかけられた上に、宿預けを言い渡され、さらに五名の監視がつけられるという厳重な、監禁状態に置かれることになった。その上、三名のうち上村十郎兵衛、桜井吉兵衛の二名は法暦四年十二月末、伊藤白武前のもとに預けられて、武前による、 激しい救命を受けることになった。上村十郎兵衛、桜井吉兵衛の二名は、命のある限り不前には決して従わないと激しく抵抗し、結局法歴五年二月末、上村十郎兵衛、桜井吉兵衛の二名は、愚上八万に戻された。そして、法歴五年五月三日には、杉本左近、上村十郎兵衛、桜井吉兵衛の三名は、入牢が言い渡された。 杉本左近らが江戸から、郡上八万に送還された、法暦四年九月、杉本左近らの訴えに対する糸白武前の、返答書が、郡上藩寺社奉行のネ王人財門に提出された。このことから杉本左近らの幕府寺社奉行に対する、訴えに対する取り調べは、糸白武前側に対しては、一応行われたと考えられている。糸白武前は、 杉本左近らの訴えに対して、自らはあくまで、糸城の社人の総意に基づき行動しており、糸城を思い通りに支配しようとする意図はないと主張した。また植村二郎兵衛の追放についても、悪僧の江春と植村二郎兵衛が結託して、糸くじを掛け所に指定しようと格索した結果、糸城内が混乱したので、吉田家と、 東本願寺に訴えた結果、東本願寺から英春は、鉱山での秩序処分を言い渡され、糸代の秩序を乱した。上村次郎兵衛については、吉田家から追放処分を言い渡されたので、それに従ったまでのことで、上村次郎兵衛の後目は養子に継がせたと、事故の処置の正当性を主張した。また、官主職はここ九代にわたって世襲されており、 神職の中から選ばれるものであるとの主張は、事実に反すると、事故の立場についても正当性を主張した。また、伊藤白部前の返答書と、ほぼ同時期に出されたと考えられる、武前派の桜井大前が、愚上判事者社奉行に提出した書状がある。内容的には、伊藤白部前を訴えた、総責任者である、杉本左近の立場や言動について厳しく非難した。 ものであり、伊藤白部前の返答書を保管する内容であった。そのような中、伊藤白部前による強権的な伊藤白支配はさらに強められていった。法歴五年五月六日には、伊藤白における範囲部前派の急先方とされた、上村玄爾門、上村稲門、上杉六兵衛の三名の社人が、愚獣八万で入牢処分を受けることになった。また、法歴五年の春からは、 社人に対して、糸白街へ出ることと3名以上の会合を禁止し、糸白部全宅に常駐することになった愚上藩の足軽2名が取り締まるようになった。しかも、部全宅に常駐した足軽の滞在費は社人に割り当てられた。法歴5年11月26日、江戸で自社奉行にエッソを起こした杉本左近、上村十郎兵衛、桜井吉兵衛と、 植村玄衛門、植村家門、植杉六兵の、計6名は、愚上半量から、追放決所処分となり、6名は3方に分けられて、追放された。杉本佐近ら江同則組は400日、以上、植村玄衛門らも200日、以上拘束されており、また杉本佐近らは400日余りの拘束期間に一度も、吟味を受けることがなく、その挙句の処分であった。 杉本左近は、愚上半南京の愚上軍南村母屋で、解き放たれたが、長期間の拘束によって、足腰が立たないほどに衰弱していた。衰弱した左近を見た近隣の住民らの助けもあって、少しずつ体力を回復した、杉本左近は、法暦5年11月28日、旧友である、鏡軍悪民村の豪農、篠田玄兵を頼ることになった。 篠田玄兵衛はかつて白山参りを行った際、下山時に体調を崩し、糸城にて杉本左近の世話になり、それ以降左近と信仰を結ぶようになったという。長い拘束の後に愚上伴量を追放された杉本左近を篠田玄兵衛は温かく迎え入れた。10日ほどの滞在で体力が回復してきた左近は、 暖かくなってから活動を開始してはどうかと引き止める、篠田玄兵衛を振り切り、上京することとした。玄兵衛は出発する、杉本左近の衣類から旅費まで援助した。この後、篠田玄兵衛は、糸城から追放された多くの社人の保護や、江戸での訴訟に対して、総額千両にも及ぶ資材を貸し与え、糸城騒動の訴訟の進め方についても、親身になって、 相談に応じていくことになる。杉本左近らの追放処分後間もなく、愚上判自社奉行のネオ人左門は半部前派の中心と目される14名を、愚上八万に呼び寄せ、さらに続いて64名の社人も呼び寄せた。自社奉行のネオはまず14名に対して、かねてから言い渡してあるように、吉田家支配を受け入れ、万事無前の指示に従うようにとの文章に、 夏印するように命じたが、誰一人として、従おうとしなかった。ネオは、夏印を拒否した14名と64名の社人を、入浪させ、一昼夜全く飲み食いをさせずに置いた上で、愚上犯からの追放処分とした。その際に入浪時に取り上げた着替え、桃引き、見逃さなどの所持品に加え、持参してきた旅費まで募集した。冬の寒空の中、 薄着で放り出された社人らを見た、薔村中保の昭屋が気の毒に思い、せめて、見逃さだけでも返してやってほしいと嘆願したが、受け入れられなかった。この結果、伊藤城の半部前派の家はほとんど世帯主がいなく、なってしまった。法歴5年11月末、伊藤城部前の要請を受け、愚上半自社奉行の寝王神左衛門は、手代の片重半助。 佐賀山官兵と二十二名の足軽を糸城に派遣した。そして先日追放した社人の家族を武前宅の庭に集め、吉田家支配を受け入れ、万事武前の指示に従うようにとの文章に、夏印するように命じたが、誰一人として夏印しようとはしなかった。この様子を見た糸城武前が、この者どもは皆、白川殿白川殿と申し、 吉田様の印番をしようとしませんので、そんなに白川が良いのならば、京都の白川では遠すぎますゆえ、日田の白川へ追放してくださいと発言したのに、任せて、日田の白川村に追放すると申し渡された。突然の追放言い渡しに驚いた人々は、せめて暖かくなる春まで待ってほしいと訴えたが、許されず。 法歴5年11月末から法歴5年12月21日までの約3週間の間に記録によって多少の差はあるが法歴8年の箱訴状によれば96件500名余りの人々が糸城から文字通り機の幹のままで追放されたこれは当時の糸城全体の3分の2に相当すると推定されているなお糸城での騒動撃化と同時期に 愚上半量では、愚上一揆が起きており、やはり解決の方向性が見出せない中で混乱が長期化していた。糸白騒動と愚上一揆は発生原因や経緯が異なる別個の事件であり、両者の事件当事者間ではっきりした連携がなされた形跡も見られない。しかし、愚上半側としては、糸白騒動で行った500名以上の社人追放という、 極めて強硬な処分は、一気を続ける、愚上半量の農民への見せしめとする意図があった。原冬期の雪道を通り、追放先とされた、平だの白川号に向かわせられた、糸城の社人たちの中には、投資をしたものや、険しい峠道で谷底に落ちてしまったものもあった。しかも、糸城同様、山が深く雪も多い白川号にこれほど、 たくさんの追放者を養える余地があるはずもなく、多くの追放者社人らはさらに、ひだの他の地域、美の、栄前、遠くは、大見へと流浪した。多くの人々は、騒動が解決する法歴8年末までの3年間、安住の地を得ることなく、苦闘を続け、体力の劣る老人や子供を中心としてが死者が、相次いだ。 法歴8年の箱訴状によれば餓死者は74名に達し、中でも子供の餓死者が約半数を占めたという。糸城を追放された社人らは、多くの場所で厄介者扱いをされたが、援助の手が全く差し伸べられなかったわけではない。中でも先に、杉本左近を援助した、鏡軍悪民村の豪能、篠田玄兵衛は、追放社人を援助するために大金を貸し与えた。 法暦5年11月末から法暦5年12月21日にかけて、糸城全体の約3分の2にあたる社人が追放されたが、追放された社人の構成を見ると、そのほとんどが駐在所、家在所、西在所の社人であり、城在所とおたり堂の社人は少ない。これは城在所は、白山中井神社のお膝元であり、 道神社の管主である糸白武善を支持する人々が多数を占めていたためとみられる。名王城在所の住民で数少ない追放処分者が杉本左近である。一方、小谷道で追放処分となった社人が少なかった原因は法歴6年3月15日付で、これまで糸白武善の言動を非難してきたことは誤りであり、どのような処分も受けるので、これまで、 通り糸城に置いて欲しいという内容の詫び状を武前に提出したことによると考えられる。これは、小谷道の住民が追放処分を免れるとともに、反武前派には組しないとの制約書の意味もあった。反対派を追放した後、糸城は、吉田家の家にと愚上藩の後ろ盾を持つ武前の独裁体制が成立した。武前は、追放者人の家財道具一式や、 備蓄食料、そして、馬を没収して売り払い、私物化した。また造営林、他人の持ち山にかかわらず糸白内の材木を大規模に伐採し、やはり売却益を私物化した。その挙句に、白山中井神社前に、糸白武前は新たに立派な自らの邸宅を建て、糸白内に新たにこれまでなかった陣屋を設け、家来の義助を庄夜に任じた。 伊藤白部前の独裁体制は、武前によって昭夜に任じられた家来の吉助をはじめ、武前の立場を支持する社人らによって成り立っていた。この体制は、騒動が解決する法歴8年末まで続くことになり、この間、伊藤白の混乱も継続した。また伊藤白部前は、愚情藩役人の協力を受けて、伊藤白の検知を実施し、これまで、 白山中井神社の神地として年貢は免除されていたものを収穫量の3分の1を年貢として取り立てるようになった。この武前によって新たに開始された年貢取り立てについては極めて厳しい財政状態にあった愚上藩が糸白武前による糸白支配の確立を図った上でこれまで年貢取り立てを行い得なかった糸白から 新たに年貢による収入を確保する目論みがあったとの説が唱えられている。これに対して、確かに、糸白武前の増愛工作は、愚上藩事者武行のネオ神財門らの自社、武行関係者にとどまらず、過労職の渡辺劇、開花は神兵衛にまで及んでおり、糸白の官主部前が、社人に3分の1の年貢を課す件については、 具上藩家老レベルまでの了承は得ていたと考えられるが、幕府表情書による法歴8年の判決では、糸白部前の罪状には社人に3分の1の年貢を課した件が挙げられているものの、自社奉行や具上半家老の罪状として、糸白に新たに年貢を課した点は挙げられておらず、糸白部前からの収賄が罪状に含まれている。つまりこれは、 糸城社人の年貢として、武前が得た収入の一部を、愚上藩役人らが賄賂という形で私服を肥やす、行為があったと考えられるが、愚上藩の収入確保という目的はなかったとの説がある。糸城で500名余りの追放が強行されていた、法暦5年12月、杉本左近は、鏡群芥民村の篠田玄米宅から京都へと、向かった。これより先、 法暦5年2月に、愚城八万で拘束されていた、杉本左近の名代として、左近の叔父である、杉本左太優良が、京都の白川家を訪れ、白山中井神社の社人たちが、白川家の門弟になっていたことの確認を試みて、いたが、その際、西音寺家に、白川家への仲介を依頼していた。法暦5年12月からの杉本左近の状況時も、また、 区芸への援護を頼り、そして白川家に対して改めて支援を依頼した。杉本左近はしばらくの間京都で活動していたが、やがて美濃に戻った。美濃には500名余りの追放された社人たちの多くが逃れてきていた。追放された社人らと前後作を相談する中で、 とにかく江戸で訴訟を起こそうということになり、法暦6年7月末、杉本左近は単身江戸へと旅立った。江戸に到着した、杉本左近は、くじ宿である江戸町、上州や新五郎方に宿を定めた。左近は、上州や新五郎方で、糸城から追放された社八84名連盟の訴状を書き、法暦6年8月4日、籠で途上する老中。 松平武本の行列に訴状を持って飛び込むという、加護訴えを決行した。訴状は受理され、加護訴えを行った。杉本左近は、当面、上州や新五郎方に宿預けとされた。しかし、訴えが神社に関することであるとして、訴状は、法暦6年8月21日に、自社奉行の本田忠中に回された。 法歴4年8月のッソ字とは異なり、今回は、老中から回ってきた訴えであったため、本田ダ寺社奉行は改めて、金森池に訴状を回すことはできず、吟味を開始せざるを得なかった。法歴6年うる十11月、伊藤白武前が江戸に呼び出され、吟味が開始された。しかしその後吟味は進まず、事態は全く動かなかった。 法暦6年憂う,う11月、伊藤白部前が江戸に呼び出された後も、伊藤白では武前派の社人が、愚上藩の役人の協力を受けつつ、追放された社人の家屋を勝手に取り壊して、焚き木にしたり、訴訟の対象となっている。白山中井神社の造営山や、追放社人の持山を勝手に伐採するといった、武前がいる時と全く変わらない状態が続いていた。 法歴5年末の500名余りの社人追放から約1年が経過し、貸し者は40名を超えた。事態の好転がなかなか見られぬ中で、追放社人らの疲労は増していった。このような中で、鏡群芥民村の豪農、篠田玄兵衛は追放されたいと白社人のために、多額のお金を貸し続けた。 また、伊藤白部前の片腕とも言われていた、武前の妹婿の上杉左門が、妻子と離縁して、伊藤白を去り、追放者人側に加担するといった出来事も起こった。上杉左門がもたらした最新の伊藤白情勢を分析する中で、膠着した事態を解決するために、新たな訴訟を進めることになった。伊藤白部前側から離反した、上杉左門によれば、 糸代では武前派の社人らが、愚上藩の役人と結んで勢力を振るい続けており、当面、追放社人らの訴えが実りそうな情勢ではないとの、ことであった。しかし、武前の右腕であった、佐門の火星は、追放社人を力づけ、植村十郎兵衛、植村五郎衛門、植村七衛門の三名を代表として、新たな訴えを行うこととなった。 82名の社人と家持ちの6名の家来が、署名した訴状を持参した、上村重郎兵衛らは、法歴7年11月、再度自社奉行の本田忠中に訴状を提出した。今回も訴状は受理はされたが、やはり全く自社奉行の吟味は進まなかった。504名の追放から2年が経過した、法歴7年末には、追放社人の合死者は62名に達した。 追放社人の困難な状態が極限に達しているのにもかかわらず全く進展しない訴訟に追放された社人たちの中から江戸で自社奉行に訴状を提出した上村重郎兵衛らが本当に訴状を提出したのか疑う声が出始める事態となった極度の困窮状態が続く中で進まない訴訟に追放社人間の団結に揺らぎが生じる事態を救ったのが 篠田玄衛であった。玄衛は、有力追放者人らと協議を重ね、到着した事態の打開策を練った。篠田玄衛らはまず、江戸で訴訟を進めている人材が数名と手薄である、点が問題であると考えた。続いて、京都の白川家に願い出て、白川家から幕府に、吟味の催促を願ってもらうこと。それでも裁判が進展しないようならば、 自社転送を通じて朝廷に訴えるという策を練った。そしてまず法暦8年2月26日、長尾佐兵、久保田九郎助の2名の社人が、白川家に対する働きかけを進めるために、京都へ出発した。しかし極度の急防状態にあった伊藤城から、追放された社人らにとって、篠田玄兵からの援助があったと言っても、江戸で訴訟を進める。 人材増強は至難の豪であり、ようやく法暦8年6月初めになって、久保田九郎女、森左衛門が、同5月までに、非豪の死を遂げた、追放者人が死者72名の名簿を携え、江戸に向かった。結局、久保田九郎女、森左衛門が行った箱訴えが受理され、幕府による訴訟が進められることになったため、自社転送を通じての朝廷の訴えは、行われなかった。 法暦8年6月初旬、江戸に到着した、久保田九郎女、森聖衛門の2名は、先に訴訟を行っていた、杉本左近や上村重郎兵衛らと異なる、大焼け事宿である下谷町松や玄助方に宿を、定めた。これは、篠田玄兵衛の仲介があっても、やはり一向に進展しない訴訟に、左近らへ対する不信感があった可能性がある。久保田九郎女、 森聖衛門は、下谷長松屋玄助方で法歴4年以降、糸城武前とその徒党によって荒らされた糸城について、そして武前らの数々の横暴な振る舞いについて指談した、訴状を書き上げ、それに持参した、追放者人が死者72名の名簿を添え、法歴8年6月11日、表情書の目安箱に訴状を投函する箱訴えを行った。 しかし全く動きが見られなかったため、法歴8年7月2日、法歴8年7月21日と箱訴えを繰り返した結果、3度目の箱訴えでようやく受理がなされた。法歴8年7月21日3度目の箱訴えによって受理された訴状は、まずこれまで同様、自社奉行が吟味を行うことになった。しかし今回は、自社奉行が交代しており、 くつきとうつなが銀味を担当することになった。箱訴え、当日、久保拓郎女、森聖衛門の二名に、簡単な取り調べがなされた後、両名は、下屋長松や玄助方に、宿預けを言い渡された。続いて、法暦8年8月10日、自社奉行、くつきとうつなは久保たく女、森聖衛門の両名を呼び出して、取り調べを行った。 伊藤騒動の裁判が動き出した頃、もう一つ、愚上犯で継続していた大事件である愚上一揆の裁判も、また大きな転機を迎えていた。時の将軍、徳川家重が、愚上一揆の問題の背景には、幕府要人の関与があったのではないかとの疑いを抱いたことが、引き金となり、法歴8年7月20日、老中、堺井正よりは、 自社奉行、安倍正、右ら5名を5千儀係りに任命して、表情書が、愚上1期の銀味を行うこととなった。また銀味信仰の指揮を担ったのは、老中主座、堀田正助、老中、坂井正より、将軍側近である河用取次の田沼をきつぐの3名で、あり、堀田と田沼が、事件9名の積極論者であったと考えられている。 法暦8年8月22日、老中、堺井正よりは、糸白騒動についても愚上一期の吟味と、同じく表情書が行うよう、五千議係の五名に覚書を交付した。同日、夕刻、これまで、糸白騒動の吟味を担当してきた、自社奉行から表情書に、糸白騒動に関する書類すべてが引き渡された。これによって、 愚上一揆と糸白騒動という愚上犯で同時期に発生した大事件に2件は幕府表情書によって吟味がなされることとなった。表情書における吟味の焦点は、まず、糸白騒動の最大の原因とも言える、社人の共有財産であった白山中井神社の造営林や他の社人の持ち林を勝手に伐採したり、追放した社人の資産を私物化し、さらに社人から、 新たに三分の一の年貢を取り立てるなどという、糸白部膳の数々の戦法ぶりであった。もちろん五百名を超える大勢の社人を糸白から追放したことについても大きな問題とされた。糸白部膳の戦法とともに、事件の大きな争点となったのが、部前は果たして世襲の勘主であるのか、そして糸白が吉だけの支配であったのか、それとも、 白川家の支配であったのかという点であった。世襲官主として、吉田家の家人を傘に来て、強権的な糸代支配を進めてきた武前に対して、半武前派は、官主は世襲ではなく頭社人の中から選ばれる、ものであり、糸代城は白川家支配であることを主張した。銀味が進行する中でその問題の大きさが、 明らかになってきたのが、糸城武前と愚城藩役人との誘着であった。武前が、愚城藩の家老、大目付、寺社奉行らに増愛し、その結果、武前の糸城における戦王を許し、騒動を発生させたことは表情書吟味の過程で、厳しく追求されていく。また糸城騒動が、愚城一期とともに、幕府表情書の場で吟味が行われることになった、背景には、 愚上一揆と同じく、愚上藩主の金森家と、幕府洋人との癒着が、事件を、ここまでこじらせる一因になったのではないかとの疑いがあり、愚上一揆とともに、幕府洋人と金森家との癒着解明が銀味の、焦点の一つとなった。幕府表情書は騒動の関係者44名を江戸に、呼び出し、銀味が進められた。表情書で銀味がなされるきっかけとなった金森家と、 幕府要人との誘着については、糸白騒動の吟味に関しては、自社奉行であった。本田忠中が、事件処理について、金森家に便宜を図ったことについては、自社奉行官で合議を行った結果であることを、表情書側に認めさせるなど、事件の真相究明に熱心であった。田沼を継ぐの努力にもかかわらず不十分なものに、終わった。しかし、 幕府要人以外の金森藩関係者、騒動の当事者らに対する吟味は厳しく行われた。まず法歴8年9月7日、杉本左近、伊藤白部前らの尋問が行われたのを皮切りに、法歴8年10月16日以降、法歴8年の年末にかけて、金森藩の自社奉行、ネオ人材門をはじめとする愚状藩役人、騒動のきっかけとなった。 異藤寺の官房であった江春といった関係者への尋問が行われた。厳しい尋問の中で体調を悪化させる関係者が続出し、法歴8年11月26日には、愚上半寺社奉行のネオ人財門が老死し、遺体は罪人扱いの主社処分となった。そして、法歴8年12月12日には、自社奉行手代の片重半助も老死した。 その他、伊藤城騒動関係者では、愚上藩王目付の津田平馬も老死している。銀味の中で表情書が最も頭を痛めたのが、伊藤城が果たして、吉田家の支配であるのか、白川家の支配であるのかについてであった。法暦8年11月8日に、表情書は、京都町奉行に対し、伊藤城が、吉田家支配か白川屋支配かについて、 両家に問い合わせるよう調査を依頼した。法暦8年11月20日には、京都町奉行から、吉田家は、初心者すべて支配している、旨の回答があり、一方、白川家からは支配下の神社は一社もない旨の回答がなされたとの報告がなされた。しかし、騒動の吟味の過程で、杉本左近の祖,祖父が、 白川家の門弟であったことが明記された書状が出てきたため、人義博である白川家との関係を有料した幕閣は、事実認定を慎重に進めたが、結局、表情書は、法歴8年12月15日、問題の書状は私文書である上に疑義があるとし、公に確認した京都庁奉行の報告を採用し、伊藤城は吉田家支配であるとの結論を出した。 騒動関係者に対する多くの尋問、書類の調査、そして八回に及ぶ、表情書での吟味の結果、法歴八年十二月二十五日、表情書は、愚痴一揆と、同一日に、糸白騒動の判決を言い渡した。法歴八年十二月二十五日夕方から、表情書は五名の老中、川用取次の田沼をきつぐ、五千議かかり五名らが列席する中、 愚状一揆並びに、糸白騒動の判決言い渡しを行った。言い渡しは、数多くの町賃で照らされた、表情書内で夜を徹して行われ、翌日朝までかかった。まず、愚状藩藩主の金森来二式は、愚状一揆及び糸白騒動の責任を問われ、領地召し上げ、森岡藩預かりを言い渡された。ここに、名門金森池は、大名家としては断絶した。 表情書の判決では、大規模な百姓一揆であった愚上一揆に関する、藩主としての責任は、主に、愚上藩領の年貢取り立てに関する問題解決を、幕府権力の介入で解決しようとしたという、筋違いを問われたが、糸白騒動についての責任は、騒動にあたり半部前派の訴えに全く耳を、貸そうともせず、 伊藤白善前側の言い分のみを聞いた結果、武前の伊藤白での戦争を許し、大勢の社人の追放という事態を招いた責任を厳しく問うた。愚上藩家老職の渡辺劇、海川陣兵衛への判決は遠投であった。両名については、愚上一揆についての責任も問われたが、伊藤白騒動に関しては、 糸白部前から収賄した上に、やはり反部前派の言い分を全く聞き届けずに、騒動を激化させた責任を問われた。自社奉行のネオ人材モニへの判決は、愚上犯の自社行政の責任者でありながら、糸白部前から収賄した上、部前に対する告発があったのにもかかわらず全く、それを取り上げようとせず、大勢の社人追放という事態を招いた挙句。 追放された社人の資産売却代金を着服したことを厳しく断じ、死罪とされた。また、自社奉行手代の片重半助についても、騒動に関して、虚偽の吉田家からの指示を作成し、上役のネオ人左衛門と、同じく追放された社人の資産売却代金を着服した責任を問われ、やはり死罪となった。愚上一期、糸白騒動を通じ、 死罪を言い渡された役人は、ネオジンザイモンと、片重半助のみであったが、両名とも実際には老死しており、刑の執行はなかった。大目付の津田平馬は、自社奉行のネオジンザイモンが、病気療養中に、自社奉行の職を代行する中で、糸白部前から収賄し、やはり、部前の言い分のみを聞き、大勢の社人追放という事態を招いた責任があるとされ、 中追法の判決を受けた。なお津田も老死したため実際の刑の執行は行われなかった。糸城騒動の裁判で大きな争点とされた糸城武前が世襲官主であるのかどうかと糸城が吉田家支配であるのか白川屋支配であるのかについては幕府表情書は武前側の言い分を認め糸城武前は世襲の官主でありまた糸城は 吉田家支配であるとの判断を示した。しかし、伊藤武部前の伊藤での数々の戦王については、幕府表情書は、武前が、愚上反役人らへ、贈賄工作を行った上で、大勢の社人を追放した挙句に追放社人の資産を横領し、白山中井神社の新人である伊藤の住民に、 新たに三分の一課税を行うなどの行動について、武前自らが真知である糸城を横領しようとした、ものであると断じ、武前に死罪を言い渡した。表情書での判決言い渡し後、獄門と死罪を言い渡された者たちはそれぞれ、獄門、内首と書かれた木札を腰につけられた上で刑場へ、引かれ、処刑されていった。糸城武前も、死罪を言い渡された中の一人として、 判決言い渡し直後に処刑された。伊藤白部前以外の騒動当事者は、杉本左近が30日を仕込め、法暦7年11月に、自社奉行に対して、再度の訴えを起こした、上村重郎兵衛、上村五郎衛門、上村七衛門、法暦8年に目安箱に箱訴えを行った、久保拓郎女、森正衛門らについては9度叱りという判決であった。 これは、糸城が白川屋支配であると主張したことと糸城武前が世襲官主ではないと主張した点が、裁判において事実と異なる主張を展開したとして受けた罪状であった。また杉本左近らは、吉田家に対して、その糸城支配を認める詫び状の提出を命じられたが、その上で糸城に住むことは問題なしとされた。 その他、糸白部前の専用に手を貸した、武前派の社人は、武前から庄屋に任じられた吉助が、追放社人の財産を勝手に処分を進めたことについて、主人の武前の指示であったとはいえ、不届きとして、軽追放が言い渡されたが、その他の人々は、無罪とされた。また、騒動のきっかけとなった。 伊徳寺の官房であった江春は、事実と異なる話を持って、伊徳寺の掛け所指定を進めようとしたことが不届きで、あるとして、中追法が言い渡された。伊藤氏騒動は、野心家の官主、伊藤氏偶然が、賄賂工作などを行って、愚上藩や吉田家に取り入り、それらの家に、権力を利用して、伊藤氏を支配しようと目論んだものの、 これまでの糸城で保たれてきた秩序を根底から突き崩すことになる武前のやり方に反発した社人らが武前や武前の後ろ盾となった愚上藩と衝突したことによって発生した騒動である。徳川幕府は漢文5年に諸舎ネギ官主ハッを発布し、吉田家の吉田新党の優位性が確立したが、糸城騒動で争点となった吉田家支配か。 白川屋支配下についての争いは、諸射ネギ管主ハットで示されている、人議会の吉竹支配が、必ずしも、当時の新党会の中で貫徹していなかった事実が、裏付けられる。結局、幕府表情書の判決は、伊藤城は、吉田家支配とし、吉竹を通じて、人議会の支配を行うという方針を確認する、形になったが、裁判の過程では、 吉田家支配であることの確認に、最も神経が注がれており、これは白川派の社人が、京都の道場家である西園寺家、白川家に接近し、さらには、自社転送を利用した、事件解決を検討したことなど、騒動の処理を誤れば、朝廷の権威を一般民衆に認識されかねない、点を有料し、幕府としても、政治的な判断を要求されたことによると、考えられる。 また、これまで、白河家など、吉田家以外や独立した形の神職が存在していたが、それらの神職の多くが、近世中期には、吉田家支配に組み込まれていった。その背景としては、吉田家による、人議会の支配確率の推進、そして幕府が行った吉田家を通じて、人議会の再編を進めていく政策があったと考えられているが、吉田家による、 糸城支配にお墨付きを与える結果となった幕府表情書の判決はそのような当時の情勢を反映しているとも言える。また幕府表情書は愚上一揆と比較して糸城騒動は愚上藩役人に厳しい判決を下している。これは当時の幕府が藩主などの支配者は 公平な立場で物事を進めていく、調停者としての役割を求められていると認識しており、その中で、糸藤城部前が、独裁的な糸藤支配を目論ろみ、賄賂を持って、愚上藩役人に取り入った糸藤騒動は、大勢の農民たちが、愚上藩相手に長期間の闘争を繰り広げた、愚上一揆と比較して、愚上藩主の金森や、そして愚上藩役人らの責任追及の格好の、 材料となったため、愚上犯役人に対する判決が厳しくなり、またいとしろ総動処理の不手際が、藩主、金森来二式会役の主たる理由に取り上げられることになったと考えられる。幕府表情書の判決後、植村左近をはじめとする追放者人は、伊藤に帰郷していった。法歴9年4月、杉本左近らは、 吉田家に対する謝罪とともに、吉田家からの免許許可を願う書状を提出した。願いは、吉田家に聞き届けられ、以後伊藤城では、頭社人、社人の後目相続時には、吉田家に対して、金銭を納めることになった。また、法暦9年には、伊藤城社人らの間で新たな村起き手が決められた。これは、今までの村起き手を、 確認強化することを目的として設定されたもので、糸白の運営は、頭社人らが中心となって行い、頭社人の中で解決が難しい問題は全社人による、総会議による解決が図られ、それでも解決が図りがたい問題については、村役人の役割を果たす、管主の名で公に解決を委ねるとされた。そして新たに制定し直された村をき手によって、 官主は、世襲官主姿勢制に変わり、12名の頭社人から1年ごとに、選ばれるかつての年番官主制が復活する。官主の地位はあくまで社人の代表に過ぎず、村役人として、社人と、藩や幕府といった、公権力との橋渡しを行うに過ぎないものとされ、総動機に、伊藤白部前が目論んだ官主による、伊藤白支配を排除し、これまで保たれてきた。 糸城の秩序維持を図ったものであった。騒動が解決し、無事に帰郷が叶った社人らは、99名の社人連盟で、物心両面で多大な支援を与え続けた、悪見村の篠田玄衛に対する感謝状を送った。明は4年9月22日に、篠田玄衛は亡くなるが、翌明は5年5月、糸城から悪民村に派遣された、社人代表は、 茶の湯量という名目で、糸城の権限山の内屋座杉山という山林を遺族に寄進した。そして、糸城の社人らは困難を極めた追放時に、篠田玄兵衛から借りたお金を糸城武禅によって荒廃させられた糸城の復興の傍らで返し続け、騒動が終了してから10年以上を経過した玄兵衛の息子の代になって、ようやく完済を果たした。 ありがとうございます。